今の試合は渡辺から6-2でした。市川プロ感想をお願いします。渡辺選手が強かったですか。強くて私もいけいつか、なんていうの、他のことは自分はアグレッシブに行こうと思ったんですけど、緩急にやられてミスがどうちゃらこうちゃら、じゃあどうする、なんて最初なんだっけだから自分もアグレッシブにプレーしようと思ったんですが、渡辺選手の緩急に少しペースを崩されてしまって、渡辺選手のペースに持ち込まれました。俺は何も言わない。関わっていきなさい。関わっていきなさい。悔しいですが、また渡辺選手に挑戦してリベンジしたいと思います。いつでもかかってきなさい。